20歳未満の人の喫煙編。なぜ20歳未満の人はタバコを吸ったらダメなの？タバコを吸わない犬スワン犬と一緒に考えてみましょう。20歳未満の人の喫煙には3つの問題があります。1番目は成長への影響が大きく、健康影響が一生続きやすいこと。2番目が喫煙を始める年齢が若いほどニコチン依存症が重症になりやすく、長い間タバコを吸い続けやすいこと。そして3番目が脳の力、学力や運動能力が低下することです。3つの問題についてお話しする前に、まずはタバコの煙に含まれる有害成分について見ていきましょう。タバコの煙の中には約5300種類の化学物質があり、この中にはダイオキシンなど200種類もの有害物質、そして70種類に及ぶアルデヒドなどの発がん性物質が含まれています。タバコの三大有害成分はタール、ニコチン、一酸化炭素です。ではここからは三大有害成分がどのように影響しているのかを学びながら、3つの問題を考えてみましょう。まずは1、成長への影響が大きく、健康影響が一生続きやすいについてです。タールはタバコの主流煙に含まれる粒子成分で、発がん性成分を含んでいます。向かって左の写真はタバコを吸わない人の肺で、右側がタバコを吸い続けた人の肺です。タールは粘っこい性質で、体内に取り込まれると徐々に肺に沈着し、吸い続けると真っ黒い肺になります。禁煙をしても一度タールが沈着した部分は元には戻りません。このグラフは喫煙開始年齢別に見た人口10万人あたりの肺がん死亡数です。タバコを吸わない人は10万人中23人ですが、19歳未満で喫煙を始めた人は130人、なんと 5.6 倍になります。その他にも喫煙により全身の病気にかかりやすくなります。例えばがんや白血病、脳や心臓、血管や動脈の病気、肺の病気、糖尿病、リウマチ、歯の病気、妊娠中の異常や胎児の発育が遅れ、低出生体重児も問題となっています。2022年4月より成人年齢は18歳に引き下げられました。ではタバコが吸える年齢は18歳から、それとも20歳から？答えは20歳からです。これまで通り20歳までは喫煙は法律で禁止されています。次は3つの問題その2、喫煙を始める年齢が若いほどニコチン依存症が重症になりやすく、長い間タバコを吸い続けやすいことについてです。日本で販売されているタバコには箱に危険性が必ず書いてあります。例えば未成年の喫煙は健康に対する悪影響やタバコへの依存をより強めます。周りの人から勧められても決して吸ってはいけませんと書いてあります。しかしどんなに危険性を聞いても、喫煙者にとってはアイラブタバコ、やっぱり買ってしまうのです。なぜでしょう？それはやめられなくなってしまう理由があるからです。たった1種類の依存物質、ニコチンが入っているからです。タバコの煙には5300種類の化学物質が含まれています。ニコチン以外は有害なおまけかもしれません。ニコチンが入っているからタバコがやめられない、このようなタバコがやめられなくなる病気をニコチン依存症と言います。ニコチンはタバコがやめられなくなる原因物質で、脳に作用し脳の仕組みを変えてしまいます。
これを依存症と言います。さらに血管を縮める作用があるため血の流れが悪くなります。ここでタバコの煙をためる実験動画を見てみましょう。この実験はペットボトルを利用した実験です。蓋に穴を2つ開けチューブを通します。一方にタバコを装着し、もう一方はポンプをつけます。タバコに火をつけポンプを軽く押すと1本分のタバコの煙がたまるという装置です。さあ、1本分の煙がペットボトルの中にたまりました。この煙どうなると思いますか？水に溶けてしまうのか、または油のように浮いてくるのか。答えは10分後、20分後。もうわかりますね。20分経過するときれいに水に溶けてしまいました。タバコの煙は水によく溶けるのです。この実験はペットボトルで行っていますが、タバコを吸う人の口の中をイメージしてください。タバコを吸う人の口の中にある水分は唾液です。唾液に煙はよく溶けるということはどういうことでしょう？先ほど作成したタバコの煙が溶けたタバコ水をミミズにかけるとどうなるのか実験をしてみましょう。どうしてミミズの実験かというと、ミミズは人の血管によく似た鱗状菌でできているためです。この写真はタバコ水をかける前のミミズです。タバコ水をかけるとなんと細くなります。ミミズが細くなるように血管も細くなり、血液の流れが悪くなることをぜひ想像してみてください。3つの問題の最後は一酸化炭素についてです。タバコを吸うと脳の力、学力や運動能力が低下します。それはどうしてでしょう？一酸化炭素とは無色無臭で透明な毒性のある気体です。この一酸化炭素は酸素と比べて200倍以上ヘモグロビンにくっつきやすい性質を持っています。酸素が体に運ばれないと酸素不足となってしまいます。まずはタバコを吸わない人の血管の中を見てください。ヘモグロビンがたくさん血管の中にあります。ヘモグロビンは酸素がくっつくと全身の血管を通って体の隅々まで酸素を届けてくれるのです。では今度はタバコを吸う人の血管の中を見てみましょう。タバコを吸わない人と同じように酸素がくっつこうとするのですが、一酸化炭素は酸素の200倍もヘモグロビンとくっつきやすいので酸素の邪魔をします。運よくくっついた酸素の一部は運ばれますが、ほとんどは一酸化炭素を全身に運んでしまいます。酸素が体に回らないため慢性の酸欠状態になるのです。さらに脳の力、学力の低下も報告されています。脳への酸素不足も大問題ですが、それだけではなく先ほどお話ししたニコチンによる依存から吸わないと落ち着かなくなり、何に対しても集中できなくなります。ニコチン依存症は脳の病気です。読み、書き、計算の力や自分が好き、我慢するなど自分に関する力、そして人との関係に関する思いやりや優しさなどの力が低下します。今回は20歳未満の人がタバコを吸ったらダメなのはどうしてか、スワン県と一緒に学んできました。理由は1、成長や健康への影響が大きいから。2、始めるのが早いほど高度なニコチン依存症に陥りやすいから。3、酸欠状態になり学力や運動能力が低下するからです。大人になるまでには
タバコの誘惑が何度か訪れると思います。自分自身でタバコについて学び、自分の体を大事に過ごす選択をしてほしいと願っています。タバコは人に勧められたから吸うものではありません。吸わないとしっかり自分で決めておきましょう。